干か鶏亭は、鶏肉とカシューナッツに、鶏ガラスープ、醤油、オイスターソースから作る茶色のガーリックソースを加えて、炒めた料理であり、アメリカ合衆国発祥の中華料理である。干かは中国語で、カシューナッツを意味する。アメリカ合衆国では、カシューチキンの名称が一般的。日本では、鶏肉のカシューナッツ炒めのように表記されることが多い。干か鶏亭の伝統的な調理法は、中華鍋で炒めるというものである。一口大に切った鶏肉に、パリパリに炒ったカシューナッツ、野菜を加えて炒め、ニンニク、醤油、海鮮美塩から作る茶色のソースを絡めて作る。スプリングフィールドスタイルの干か鶏亭。スプリングフィールドスタイルの調理法では鶏肉を揚げて作る。この調理法はミズーリ州のスプリングフィールドで生み出された。揚げて作る干か鶏亭は1963年にスプリングフィールドのグローブサッパークラブという店で初めて提供されたようである。この料理を提供したシェフのデビッド・リョンは1940年に中国からアメリカ合衆国へと渡った移民であったが、郷里の料理がなかなか地元民に受け入れられなかったため、地元民の口に合う料理を作ろうと試行錯誤した。揚げた干か鶏亭はとても人気が出たため、リョンはスプリングフィールドに自分の店Leong's Tea Houseを開店した。干か鶏亭はスプリングフィールドで極めて人気があり、スプリングフィールドの非公式な名物料理と言われることが多い。スプリングフィールドはこの料理を中心に据えた、スプリングフィールドSertoma's Cashew Crazeという催しを毎年開催するほどである。地元民がフライドチキンを好んでいることを知ったリョンは既存の料理の改良に着手した。通常の調理法で用いていた鶏肉を炒める工程の代わりに鶏肉を揚げることにした。そして鶏ガラスープ、醤油、オイスターソースから作るソースをまぶし、これに大量のカシューナッツを加えた。アクセントとして分け身を刻んで散らしたこの料理は地元民の間でしばたく間に人気となった。この料理に関する噂が広まるにつれ、そのレシピも広まっていった。Leong's Tea Houseは1997年に閉店したが、スプリングフィールドスタイルの揚げた干か鶏亭は中華料理店、非中華料理店を含め70以上の店で、提供されており、スプリングフィールド周辺地域だけでなく、アメリカ合衆国の他地域でも販売されている。スプリングフィールドスタイルの干か鶏亭は、ザ・フードチャンネルやアメリカ合衆国全土で放送されているラジオ番組でも紹介され、アメリカ合衆国会員でも言及されたことがある。2010年、デビッド・リョンの息子は、デビッドの支援を得て、スプリングフィールドに新たに挙げた、干か鶏亭を提供する中華料理店を開店した。類似のタイ料理、ガイパットメットマムアンタイ料理には、炒めた干か鶏亭に似た料理が存在する。こちらは、ガイパットメドマムーングヒンマパンもしくは、ガイパットメドマムアンと呼ばれる。ハイチ料理には、カシューナッツを使用したチキンシチューが存在し、こちらは、ポルエーケーンビと呼ばれている。ありがとうございます。